プリンセスプリンシパル。プリプリ秘密レポートスーパー。皆さんお久しぶりです。プリンセスプリンシパルアンジ役の小川葵です。プリンセス役の関根明です。皆様ご無沙汰しております。ドロシー役の太一陽です。お久しぶりです。やばいぞ、もうダメだ、やばいぞ。さあさあさあ、はい、はい、秘密の情報バラエティ、秘密のあらプリプリ秘密レポータースーパ ー。この番組はプリンセスプリンシパルクラウンハンドラーをより多くの方々に好きになってほしいばっかりに、作品に関するボロボロの情報やさまざまなヒブをセキュララにお届けする秘密のオーディオコミュニティです。はい、さて劇場公開が4月7日金曜日に迫ったプリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第3章、楽しみが隠せませんね。こういう感じ。あのさ、あの皆さん早いものでね、実は前回の秘密レポートの更新から1年3ヶ月経過しているらしく、まあ、1年3ヶ月経った結果我々見失ってるね。あのどんなだったっけみたいな探り探りよね。本当よ、探った結果おかしなやつ。皆さんお久しぶりです。おかしいわよ、なんでなんだろう。第一声のコガちゃんでさ、全てが決まるみたいなところ。なんでなんです、ここに来たらなんか、うん、いつもこんな感じになる気がしている。コガちゃんってそういう人じゃないよね。そうなんですよね、なんかここに来たら、うん、ね、逃げられない、私じゃなくなる、そうそう、私が私じゃなく見失うのよ。取り込まれるのね、何かに。恐ろしいですわ。まあ、そんな感じでね、1年3ヶ月ぶりに戻ってきたわけなんですけど、うん、はい、まさかまたやることになるとは。本当ですよ。前回さ、前回終わるときさ、うん、本当に終わり感なかった、なんかちょっと、うんうん、あ、もうこれでこのプリプリ秘密レポートも本当に終わりなんだなってちょっと勝手に思ってたのに、うん、そう、なんか詐欺っぽくなかったよ ね。終わる終わる詐欺じゃなかったね。本当よ、なんか、あ、これで本当になんか、まあ、また次の機会があればないみたいな、なんかそういう感じなのかなって思ってたら、うん、普通にあった。あった、ね、普通にあった。いやー、ね、本当よ、帰ってきちゃった。ちょっと調子を戻すのが大変じゃないですか。本当ですよ、どうしよう、どうしよう、ギアがね、やそうですよ、そうなんですよ、そうですよ、このラジオ恐ろしいんですよ。本当にそうなのよ、コーナーがね、うん、怖いんだよ。いや、あのさ、プリンセスプリンシパルっていう作品でやるべきじゃないんだよね。そうなんだ。本当にね、プリプリって知ってるって。ああいう感じの作品でこういうテイストなんだけど、そう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 、大丈夫そうみたいな。見たことある。本当だよ。そうなんですよ。一番のギャップだからね。いや、マジでそうなんだよね。まあでもある意味、まあちょっとね、だいぶシリアスな話が多い作品にはなっておりますので、うん、その皆さんの ね、箸休めに、まあ休めるかどうかちょっとではないがなってればいいんじゃないかななんて思いますけれどもね。はい、まあでももう第3章も4月7日金曜日に迫っておりますから、うん、もうちょっとですよ。もうちょっと、なんだかんだすごい ね、 ね、あっという間ですわ。あ、皆さんがあれを見るんだって思うとね、本当に。いや、もう今何も言えないじゃん。そうなのよ、我々あれがさ、ふふ、うん、みたいな。先に見ちゃった人たちみたいな。ほくそ笑むことしかできないから早いところ見て皆さんとね、うん、共有したいですよね。本当に、ね、感想も早くお聞きしたいですね。本当よね、うん、ぜひね、見たらね、皆さんもどん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 感想を我々に伝えていただければと思いますので、うん、まあ、まずはね、ちょっと4月まで待っていただければと思います。はい、このラジオでつないでいきましょう。はい、頑張りましょう。ね、よろしくお願いいたします。つながるかな。いや、本当にそうなのよ。このラジオのせいで違うんだよな、感情がめちゃくちゃになった状態ですよ。つながりはしないんだよな。そう、マジでつながりはしない。それは本当にそう
なんですけど、まあまあちょっとね、まあ、休めない橋休みにしてください、ね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、新型コロナウイルス感染防止対策も万全でお送りいたします、プリプリ秘密レポートスーパー、早速任務に取り掛かりましょう。作戦開始のお時間です。プリンセスプリンシパル、プリプリ秘密レポートスーパープリンセスとアンジェの捏造思い出アルバム。私たち幼馴染だけど質問ある？少女の頃から仲良しだったアンジェとプリンセスになりきって嘘で塗り固めた思い出話をシェアする捏造思い出アルバム、聞いてりゃわかるのでルール説明は省略。最初の質問かかってこいや。1年ちょいぶりにあのこのコーナーと向き合ってるんですけど、はい、やっぱおかしいよね。おかしいですいやちょっとどうかしてんなって思いました。そうなの。さあ早速ですけれども、はい、紹介させていただきますわよ。来た。ではまずは一つ目でございます、はい、プリネームなべしゅんさんからいただきましたご質問です。はい、お二人が王宮で遊んでいた際、1万ポンドほどの花瓶を落としてガッシャーンと割ってしまったそうですが、あの時どうやって切り抜けたのですか？プリンセス、そんなことあったんですか？プリンセス、あれはありましたね。小さい頃よね。とても小さかった。そう、とても小さかった。私たちがまだ出会って、そうですね、遊んでた時はね、入れ替わってね遊んでた。そうです、その時に走り回ってたら、そうなのよ、なんか追い回されちゃったから、メイドさんに、うん、ああメイドさんに、メイドさんにあっちだからだから、慌ててたらね、慌ててたら、うん、手が当たっちゃったわよね。そうそうそう、当たっちゃって、私もダシャシャシャーンと結構派手にね、派手に派手にダシャシャシャーンと割れた、ね、ましたね。綺麗だったな、あの時散った花ちょっと怖いぞその発言綺麗だったな急に何いやでも1万ポンドほどの花瓶ですよ、はい、結構な、うん、結構なお値段だと思うんですが、うん、どうやって切り抜けたんですか？ね、衝撃を与えたわよね、相手にね、いろいろな方法目の前で手を叩いてみたり、ええ、あ、 あとは、はいはい、影分子ってやったり、影分子2人でね重なってこうくるくる回ってみたりし た, り し, たりして、なるほどね、増えてるみたいな、あ、これ影分身だったのかみたいな気持ちにさせる、そう、はい、あなたの目に止まらないでしょみたいな、あ、なるほどね、もうなんか残像よみたいなこれは夢か夢よこれはって言ってる間に片方が片付けたよね。そうですね。なるほど、さすがの手際だった。さすがですね、ちょっとスリやってたものだから、あ、そっか、そう、ちょっとその辺は早かったの、あ、なるほどね、うん、じゃあもう本当にもうスッとその隙を見て綺麗に片付けて事なきを得た、そう、いや、さすがですね、素晴らしい手際だったってことが分かりました。はい、現場からは以上です。いい本質だったわもうこのコーナー本当にさ好きなんだよねこれね好きなんだよね。もう二人がもう顔色をお互い伺いながら話をしている様をこう見ることができるっていうのはもう特権ですからね。汗ってしてる、ね、本当に映像が入ってないから皆さんには 見ることができないじゃないですか。これを見ることができない私だけ。そう、いや、いい席ですねこれはね。そういうことで、じゃあちょっと続いていってもよろしいかしら。はい、はい、では続いていきますわよ、はい、次の質問かかってこいや。プリネームパープルゴリラさんからいただきましたご質問です、うんうん、隠し芸大会のネタでプリンセスとアンジェが幽体離脱をやった際、周囲の反応はどうでしたか？あら、これはね、うん、この隠し芸大会、うん、思いついたのは、うん、さっきの、そう、もう、そう、そう、そうよ、さっきのことがあって、そう、できた、
ね、花瓶を割った時に、そうそう、あ、はいはいはい、このあの衝撃を与えられたならね、そうそうそう、受けるだろう、受けるだろう。この時も一回やったんだよね。そうね。そう、影分身と一緒にね、影分身やった後に、もしや姫様死んじゃったみたいなね、うんうん、衝撃をさ、そう、与えるためにね、うん、でやってみた、やってみた、ね、すごくびっくりしてた、ね、うんうん、えってなってたよね、うんうん、これ隠し芸大会でやったら絶対ウケんぞってなって練習したよね、したね、ま、うん、したんだ、そうなの、うんうん、でも当日カツラ忘れたのよ、アンチェが。あらー、ちょっとどうしようと思って、気合でもなんともならないし、それはそうだ、どうしようと思って、そう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 、そのあのねモップを借りてきて、モップを、モップを借りてきて、モップをすごいあの櫛で研いて、あ、もう紙質をね、そうそうそう、モコモコのやつを綺麗に解いて、うん、そうそうそう、私もね、そうすごいやっぱ手首のスナップすごい効いてるから、あ、さすが手首のスナップはね、もうそうよね、定評がある、定評があるから、そうそうそう、もうすっごい綺麗に溶かして、うん、まあさすがにねプリンセスの美しい髪の毛には及ばなかったけれども、うん、でも騙せたよね、まあ、騙せた、さすがだね、すごかったわ、アンジェ、さすがスパイ、うん、何なの。いや、あのそもそもさ、このなんかあの一個前のそのガシャンって割ってしまった時に、あの思いつきましたって話でしたけれど、その時にこうそういうの思いつくってもうさ、芸人のさ魂なんだよね。あ、これ受けるかもみたいな、常にアンテナを張り巡らせてないとそうはならんのよ、うん、やっぱスパイたるものね、何にやっぱり擬態というか、あの、あ、うん、何に なりきって潜入するかわからない、あ、そうね、プロ意識がなせる、そうよ、だって私たちは YouTuber もやってたし、そう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 、配信のね、なんかやってましたもんね、いろいろね、ちょっとそんなのもやってましたし、ね、チャンネルはね潰したけれどね、危ないから、そうだね、危ないからね、潰したけどそんなこともありましたしね、うん、そうよ、そうだね、もうできないことないんだね、ないないない、いやー、怖いこと言ったよ、正直、まあ、できないことがないってことですから、まあ、どんどんいけるってことですよね、それって、つまりもちろんよ、あら、じゃあちょっと次の質問に行きたいかななんて思うんですけれども、次の質問かかってこいよ。プリネームお布団大好きさんからいただきましたご質問です、はい、二人がまだ幼少だった頃、ノルマンディー校をガチ切れさせたいたずらとは何だったんですか。あら、怒らせちゃったのね、うん、でもすごいすごいわよね、うん、二人ってことはもうノルマンディー校にバレてるから見えてるけどなって、ね、まだまだね、この話続きがあるから、ちょっと今のところは知ってたよって、幼少から知ってたよって言っちゃうとね、だってその時俺怒ったもんって、ね、ちょっとシナリオがね、もうちょっと気をつけてってっ見えてるからってバレちゃうバレちゃうもうちょっとバレないようにうまいことやってまあ大人だから目つぶるけどさ、ノルマンディー校、優しいね、ノルマンディー校の優しさでこれまでやってこれたんだ、優しさで、ね、逆にまあそれは置いといて、なんかガチ切れさせたいたずらがあったということですけれども、うん、そうそうそう、これどういう、ね、だからもうつまりあれよね、花瓶を落としたことよね、そう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 、あのさっきね、あの次女メイドさんにねって言ってたんだけども、実は後ろの方でノルマンディー号を見てたんだよね、なあ、なるほど、そう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 、だから見てたんだ、そう見てて、見てた、でそもそもほらすごいね高い花瓶だったじゃない、うん、まあ、そうだよね、だからそのことにも怒ってたんだけれど、幽体離脱ってやってたことに対してすごく怒られてしまったのよね
ちゃんとかね、メイドさんもね、そう騙せたの、そう騙せたんだけど、メイドさんとかジジアさんは大丈夫だったんだけ だったんだけど、やっぱノルマンディー子すごいわ。あ、やっぱダメだった、ちょっとやっぱすごい目だった、通じなかった、もうあの時の目はもう忘れない、あの冗談通じない、通じなかった、許してくれなくって二人で一目散で逃げたわよね、二人逃げた、全部見えてるぞって背中に声をかけられて、その言葉を背に逃げた、一目散に残像ですって言いながら影めっちゃいるね、ジグザグに走って、あジグザグにね、まるで増えてるかのようにみたいな、ちょっとでも多く見せようと努力をして、そうやったわよね、頑張ったわ、あの時覚えてたんだ、今もずっと黙り続けてくれているんだノルマンディー子は、優しいわ、その時はっきり見たでしょうね、はっきり見たし、はっきり二人に声かけたでしょうね、もうどうするんですかこれ、いや面白かったです、いい話がいっぱい聞けましたわ、はい、素敵、あー今日も大変だったわ、よかった、はい、たくさんの質問ありがとうございました。以上、捏造思い出アルバム、次回へ続く。プリンセスプリンシパル、プリプリ秘密レポート、スーパードロッシーお姉様のギャップを狙え！世の中に萌えの要素の数ある中で、意外性の愛着爆弾ギャップ萌え、お色気番長に見えて実は純情なドロシーお姉様に挑戦状を突きつけるギャップ萌えの猛者たち、出てこいや、はぁ、あ、はぁ、あ、こや、はい、行くぞ、馬乗ってんねはいやこや行きます、はい、プリネーム火の火のさんくらいいただいた挑戦状、米屋の息子だが朝はパン派、米屋の息子だが朝はパン派、よいしょ、やった、米屋食べんな、パンも食うぞ、毎回思うんですけど、これ言った後にあのよいしょみたいななんか謎の時間あるじゃないですか、これは一体何なんですかね、いやいやいや、すげえなーと思って、あーすげえなと思ってすげえなーと思って、うん、台本に書いてあるから、あ台本に書いてあるから、うん、そうだそうなんだよね、台本にね書いてあるんだわ、そうね、イエーイって書いてあるから、うんね、でもちょっと盛り上げないと ねでも2人とも素直にイエーイって言いたくなくて、いやーってなって、ね、やっぱ加えていく、台本通りにはいかないってい いかないから、そういうねちょっとした反抗心みたいなものも見せてくるっていう、まあそうですね、何でしたっけ、米屋の息子だが朝はパン派、はいはい、いやそういう人がいたっていいそうだ、なぜダメなんですか、うん、なぜなんだ、なぜいけないんでしょうか、だって米粉のパンとかだってありますよ、うんうん、あ、だから別にこれはそんなにおかしいことじゃないと思うんです、うん、でも、ほら息子だけど、息子がさ、うん、ほら、ね、米屋の息子だから俺米に詳しいんだぜって言っときながら朝パンなのかよっていう可愛さみたいなところあるじゃない、いやー、普段言ってるのかもしれない、俺この米マジでうまいって知ってるよみたいなさあーなるほどね、自慢で言ってるのに、じゃあお前朝のご飯のさ米に何つけて食べるのって言われた時、朝はパン派だから、あれちょっと待ってちょっと可愛いさすがちょっとプレゼンがうまいぞさすがだね、さすがだ、私のツボをついてくるねいやちょっと待って、そう言われると今まだまだって言おうと思ったけど、うわちょっと可愛いなこれ、そうよ、ちょっと得意げな感じだけど、うんうん、ねえ、ちょっとそれ朝パンパンだけど、ま、朝ぐらいパン食うよみたいな、朝パン、おい可愛い、ちょっと参りましたわこれいいね、いいよいいよこれはいい、そっかちょっと思いのほか可愛らしさがね来ました、出ちゃったね、いいねいいね、ちょっとプレゼンありきで言われてしまうとなんかちょっと急に深み出てくるじゃんこのちょっとじゃあ次いっちゃいましょうか、はい、では次のボス出てこいや、プリネーム
このハモさんからいただきました挑戦状、うん、しっかりと列を作って行進するヤンキー、しっかりと列を作って行進するヤンキー、よいしょー、整列整列これは好き、うん、シンプルに、うん、ヤンキーが、うん、そのなんかちゃんとルールを守ってるの好きなんだよね、わそう秩序を守ってるヤンキー好きで、うん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 、いいねこれはね、ちょっと今日やばいな、ね、今日ちょっとまだまだが出ないなこれこのハモさんすごいね、シンプルに、ね、てかこのハモさん私のこの多分好み知ってんな多分な私がなんかあのチャラついてるように見えてしっかりしてるやつめっちゃ好き、男女問わずっていうの、うんうんうん、多分ね知ってるねこれ、分かってんね、やられたね、うん、いやー悔しいな、参りました、わー、いやーいいですね、ちょっとまだまだって言いたいんだけど、幸先幸先、それやだな、ね、このままじゃ私ちょっとダメだぞ今日、じゃあちょっと次のモサ出てこいや、いくぞ、うーんいくぞ、うんよし、プリネームウーパールーパーさんからいただきました挑戦状、幼稚園児だが一人称がわし、幼稚園児だが一人称がわし、よっしゃ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 って、なんかもうさなんかアプリゲームみたいな声を出さない着艦2秒でみたいなアプリゲームみたいな声出ちゃってたから今いやちょっと待って、いやでも可愛くないですか、一人称わし、いろいろ考えられるよね、うんうんうん、こう転生的な感じなのかさ、あそれともさ、うん、おじいちゃんと一緒に暮らしてて、そうそう、おじいちゃんかっこいいと思ったが、うん、わしって言ってるパターン、うん、おい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 、ちょっと待って、おじいちゃんと一緒に暮らしてて、そうそうそう、おじいちゃんいいじゃんと思って、そうわしを真似してる、そう、おいわしはやめとけって言われてんだけど、おじいちゃんみたいに俺なりてえもんっつって言って、うーん、かわいいやー、ちょっと待ってくれよ、ちょっと健やかに育て、いいね、いや嘘、ちょっと待って、嘘だろ、ちょっとかわいいよ、そう言われちゃうとな、一人称わしか、キラキラしてるよお目目が、うん、いやいいね、今日わし人参食べれたで待って、でもちょっと今のコカちゃん可愛くなかった、やばいやばいやばい、人参食べれたでやばい、今のなんかちょっとコカちゃんのせいでちょっとな、違うかもってなっちゃった、急にこれはなんかまだまだかな、ちょっとな、いいとこ行ってたのに人参のせいで、人参のせい、人参食べれたで、わし人参食べれるんやで、すげえやろお前ら食べれんのか、どっかくやるし、わやくん食べれへんのわし人参食べれんで、だってダメですまだまだでございます、失礼しました、ちょっとこれまだいけます、じゃあちょっともう一人ぐらい、次でもさ出てこいや、いきます、はい、プリネーム、うん、くるぶしさんから届いた挑戦状、うん、幽霊なのに饒舌、幽霊なのに饒舌、喋るよ、喋っちゃうよ、喋る喋る喋っちゃうよ、聞こえてますか、あの今目の前にいるんですけどあ、見えてますか、すいません、あ、今目動きましたよね、あれ私もしかして目合ってます、見えてる、見えてます、うざ、今日引っ越して来ていらっしゃった方で、あ、僕住んでます、よろしくお願いします、僕住んでます、最悪だね、僕住んでます、30年ほど住んでおるんですけれどもあ、今日から同棲ですね、あ、ありがとうございます、おーわ、僕いつもあの洗面台の方におりますのであ、何かご用の際はあの言っていただければ、水流します、はい、流します流します、水流します怖いのよどういうことなん
でも幽霊ってそんななんか寡黙なの？寡黙なのがデフォルトなんですか？ね、でもなんかあんまり喋れない人の方が多いよね。でしょ、だいたい逆に喋ってくれたら、ね、今日からちょっと一緒に暮らす感じでやるんですか？そういう感じだったらね。ちょっと数年前からここ住んでて、じゃあむしろすいませんみたいになるもんね、こっちも。嬉しい、ちょっと寂しかったから一人で話しかけてほしかったんですよね。皆さんすぐに出てっちゃうから。友達の字幕で通りますけど、ちょっといいやつなんで週3くらいで来ます。よろしくお願いします。週3くらいで来ます。シフトみたいに。いやでもいいな、なんかちょっと話し合えてほしいしな、うん、普通に、ね、明るくなりそうよね。そうだね、そういうのだったら、うん、いやじゃあちょっとこれは、うん、参りました。お友達が増えるいいことだと思います。何なんですか本当に。面白いな。創作物です。いや本当よ。いやちょっと良かったですね。今回もちょっと面白いのがいっぱいありましたけれども、ということでこれは台本に書いてあるから言うが、口ほどにもない萌えかすども、勇気ある挑戦ありがとう。以上、ドロシーお姉様のギャップを狙え、さらなる温度差待ってるぞ。プリンセスプリンシパル、プリプリ秘密レポート、スーパーインポッシブルなミッションに私たちが全力でチャレンジする任務遂行仲良しプリンシパル。今回の秘密任務は炸裂爆弾発言リレー。イエーイ、イエーイ、うっ、はい、来るぞ。はい、何これ。炸裂爆弾発言リレーとは、うん、ランダムなタイミングで爆発する時限爆弾を作りました。どういうこと？爆弾を持っている人はですね、爆弾発言をすると隣の人に爆弾を渡せます。うん、はい、いろんな爆弾発言をしてください。うん、黒トカゲを食べたことあるとか、うん、はい、筋肉と話せるぜとか、はい、いろいろ言ってください。うん、そして、はい、嘘のスキルと、試合運びの技量が問われるレクリエーションです、これは。なのでね、全力でプレイしていきたいと思っております。これね、不穏なんだよね。でも常に私たち全力よね。全力だよね。その全力じゃなかったことなんて一度ないですよ。ない、そう、うん、そ燃え尽きて、いつもの通り、いつもの通り、いつもの通り。もうダメだ。はい、よし、じゃあじゃんけんで順番決めますか。はい、いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。はい、こがちゃん勝ちました。はい、じゃあこがから、うん、右回り。右回りってどっち？こっちか、こっち、うん、私じゃない、こうだ。そうだ、こう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 。じゃあ、こがちゃん、あきらりん、はい、たいちで、はい、じゃあ、うわ、怖いよ。え、じゃあ、入りました。わ、じゃあ、行きますか。ちょっと待って、風船が大きいのよね。いや、もうやばいのよ、これ。大きい。では、準備の方よろしいでしょうか。はい、はい、それでは、炸裂爆弾発言リレー、スタート。結構逆立ちしながら3キロ歩ける。すごい。私バーベル100キロ持ち上げられるの。はい、うおい、一周もしないで終わってしまいました。そっか。で、何でしたっけ。私、逆立ちで3キロ、はい、3キロ歩けます。歩ける。100キロ持ち上げられる。バーベルを100キロ持ち上げられる、うん、なるほど、なるほどでございます。結局これ一瞬だったね。一瞬だったね。ちょっと儚い命だったな。儚いな。ちょっと困ったね。音は大きいですね。音は大きいよ。いやちょっとこれ音でかいわ。びっくりした。真上で鳴りました、ね。うわいって。パンみたいな。いやもう怖いのよもう。しかもでかいんすよ風船が。そうなのよ。もうすでに割れそうなのよ。そう。すでに割れそう。パンパンなの。ギチギチに。ギチギチ詰めてくれてる。じゃあ次私から行きますか。そうですね。うわ怖い。待って。よーし。それでは参ります。炸裂爆弾発言リレー。スタート。
携帯100台持ってます。うわー、見ずに触れます。もうすごい。この休止期間に結婚しました。坊主にしたことがある。爆弾落としました。いや怖いのよ。ちょっと結婚したんですか。してません。してません。報告だよ。悲しいけれどしていません。もうちょっとびっくりしたわ。この流れでご報告したのかと思ったわよ。していません。ねえ、焦ったわよ本当に。やだ、こんな報告本当だとしても。もう怖い怖い怖い。何も思いつかないからさ、とっさに出てくることがさ、そうそう、何を言ってるんだろう自分みたいな。いや本当にそうなんだよね。なんか何を言ったのかももう忘れちゃうっていう。まだやるらしいよ。すごいよ。本当ですか。やめてよ。え、ちょっとどうする、じゃあまたどうする、甲賀ちゃんから行く。はい、わかりました。じゃあ爆発しちゃったんで甲賀ちゃんから行きましょう。いや怖いよ。行くよ。はい、ちょっと待って。それでは準備よろしいでしょうか。はい、行きますわよ。炸裂爆弾発言リレースタート。ペン舐めて味で色わかる。うわ、すげえ。フェラーリ買いました。貯金30億あります。無人島持ってます。はい、月の土地買いました。星に大地と名付けた。なんじゃこりゃ。全員1回ずつ割れてる。いやもう怖い。爆弾が怖い。いやこれでもね、心臓が痛いよ。盛り上がるね。盛り上がるね。もう怖いのよ。いや、やっぱ人ってさ、こう追い詰められるとなんかもう相手のことなんてどうだって早く早くおいみたいな、もう言いながら渡してるもんね。もう早く手放したいっていう。なんか人って薄情だなって。確かに。そう、人間ってそんなもんだなっていうのが、やっぱこういうゲームでこう明るみになっていくっていうか、もうみんな分かっちゃう、露呈してくんだね。いやーこれはちょっと怖いな。でも均等にみんな一回包まれそうだね。まあ仲がいいってことだわ。あ、よかった。だよ、ここに絆がね。そうよ、やっぱね、全員一回はちょっとやんなきゃねっていう。いや、さすがです。本当に、いや面白かったな。これ本当にさ、5人でやったらもうやばいだろうね。多分ね、地獄みたいな。おしまいだよね本当に。いや怖いな。そんなこと言ったらどこかで現実してしまいそう。ちょっときちゃいそう。怖いからな。フラグを立てて今。怖い怖い。まあ、ちょっと何でもないです。何でもないです。降ります。降ります。ね、今のは何でもないです。はい。はい、以上、どんなミッションでもみんなとなら乗り越えられる任務遂行プリンシパルでした。ではここで一曲お聴きください。劇場版オープニングテーマ、ライス&タイス。Keep
お知らせ。改めましてプリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第3章が4月7日金曜日より劇場公開です。うん、ぜひお楽しみに。上映予定の劇場については公式サイトをご確認ください。続いてブルーレイ情報です。プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第1章第2章のブルーレイが好評発売中です。完全新作の OVA など豪華特典付きですのでぜひチェックしてみてください。そして配信情報です。プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第1章第2章が見放題配信スタートしております。第3章の公開前にぜひ改めましてご覧ください。配信サイトについては公式サイトをご確認ください。ウェブラジオプリンセスプリンシパル秘密レポートスーパーの次回配信は3月中旬を予定しております。どうぞお楽しみに。以上プリンセスプリンシパルクラウンハンドラーからのお知らせでした。これはあの伝説の普通オタ。ん？じゃあ歌えっていうのがねなかなかもうね、まあ、そうね分からなくなってきたから、そうね、ミュージカルにしちゃった。いやさすがだよこのアレンジ力。びっくり。台本通りにはいかない。いかないっていうね。だってただ普通歌音符って書いてあるだけなのに。そうよ、こんなことしてくれる。こんなねもうサービス精神がすごい。本当ですね、もうさすがだ。さすがです。やっぱりプリンセス。さて普通歌が届いておりますわ。はい、いっぱいいただいてありがとうございます。はいはい、マルチーズさんからいただきました。ありがとうございます。チーム白鳩の皆さんこんにちは。こんにちは。爆笑必須のプリプリ秘密レポートスーパーの再開本当に嬉しいです。うん、本編の雰囲気とは180度違う皆さんのはっちゃけ具合にいつも楽しませてもらっています。そして第3章の劇場公開決定おめでとうございます。ありがとうございます。今回はどこまでストーリーが進むのか、キービジュアルと本予告を見る限りでは、アーカム校がキーマン。4月7日の公開日が待ちきれません。楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、キービジュアルと本予告を見る限りでは高みだ高み。アーカム校がキーマン、うん、なんてねおっしゃってますけれども、ねね、まあ、どうなるかは ね、まあ、見ていただかないとわからない。お楽しみにしていただければ、まだ知らないんですものね。申し訳ありませんね、私たちだけで楽しんでいて申し訳ない。ごめんすいません。何なんだ急に始まっちゃった。急に、ね、急に始まっちゃいましたけれども、いやでも本当ねありがたいことです ね、もう我々のこのどうしようもないラジオとかね、いろんなものを楽しんでいただいて、ありがたい、はっちゃけ具合って言ってくださってありがたい。どうしようもないのにね。ありがとう、本当にありがとう。ちょっと4月7日の公開日まで楽しみにお待ちいただければと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと続いていきますか。お願いします。
あれ続いて、あ、私か、あなた。プリネームふみさぶろうさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。プリプリの皆さん、こんにちは。こんにちは。初投稿させていただきます。ありがとう。プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第3章の劇場公開おめでとうございます。ありがとうございます。私は第1章と第2章は残念ながらブラックバイトで忙しすぎて劇場では見れず、配信サイトで見ました。うん、めちゃくちゃ面白すぎて第3章が待ち遠しいです。うん、というか第6章まで早く見たいです。うん、ただ第3章が公開される日はおそらく就職して新人研修期間なので当日に見に行くことはできなさそうですが、うん、研修を頑張った自分へのご褒美として休みの日に行こうと思います。うわー、すごい頑張ってらっしゃる。頑張ってらっしゃる。いやー、本当でもやっぱ配信サイトでね、はい、ちゃんと予習していただいて、うん、そして3章にもう心待ちにしていただいてるってことですから、ね、そしてというか第6章まで早く見たいですというね、うん、若干ちょっと早くしろやみたいなちょっとなんか熱みたいな気持ち熱か、ね、かけつつ、うんうんうん、ちょっと我々を焦らせつつっていうね。いやでも第6章まで早く見たいっていうのは、うんうん、みんなそう、そう、本当にそう、そう、本当にそう、みんなそうなの、ね、だから待ってて私たちも待ってる。そうなの、ね、私たちもねずっと待ってるの。ドキドキしながらね、うん、いや本当にそうなのよ、ね、怖いよね、なんか、ね、ちょっといろんな意味でドキドキしてます。本当よ、ね、だって第3章、あ、ごめんなさい、まだでしたね。まだ見てなかった皆さん、ごめんなさい、ちょっと失礼いたしました。うっかり口を滑らせるところでした。危ない危ない。いや第3章もね、ねしか言えないっていうね、あれがあれしてね、おーおーおーっていうね、そういうことです。そういうこと、うん、いやちょっとね、うん、あのね、まあちょっと当日見に行くことはできなさそうってことですけれども、うんうん、いいんだよ、いいんだよ、当日に見に行かなくたっていい、うん、そうよ、そう、みんながこう見たいタイミングで見てくれればいいんで、くれ、ぜひ楽しみに、劇場には足を運んでくれると嬉しいぞ。絶対行った方がいいぞ、絶対行った、劇場で見るとすげえぞ。いや本当にそうなんだよな、やっぱりね、劇場のね大きなスクリーン、そして素晴らしい音響、そういった環境で見るとプリンセスプリンシパル輝くね、輝いちゃう、本当にそうよ、もうぜひ休みの日ご褒美してくれ、はい、よろしくお願いします。体は大切にね、そうね、そうね、頑張れ、ちょっと気をつけつつね、ぜひ楽しんでいただければと思いますよ。はい、はい、じゃあちょっともう一つぐらいいけそうなんでいきますかね、はい、プリネームコーエンさんからいただきました。ありがとうございます。青いお嬢様、あら、アキラお嬢様、あら、ヨウお嬢様、ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう。プリプリ秘密レポートスーパーでの再会、心待ちにしておりました。手に汗握る本編とは一線を画した報復絶倒のラジオ番組、毎回楽しく拝聴しております。クラウンハンドラー第3章本予告も拝見しました。ありがとう。メアリーちゃんは相変わらず面濃いですね。面濃い。メイドナアンジェとメガネドロシーも良き良き。第3章の公開も待ち遠しいです。今回も風切り初回で鑑賞に行く所存。あら、プリプリにはあまり関係ないのですが、ラジオの配信時期が2月中旬とのことで、皆様のバレンタインの思い出などお聞かせ願えると幸いです。あら、それではクラウンハンドラー第3章の公開、プリプリ秘密レポートスーパーの次回配信を楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。いやちょっと何、バレンタインの思い出ですって。あら、バレンタインの思い出。あ、そっか、配信日がちょうど、ね、そうよね、うん、確かにそうね、そうだわ、わあ、バレンタインです。ちょっとバレンタインですって。あらやだ、ちょっとバレンタインといえばチョコレートですけれども、チョコレート、そうね、私はねすっごいチョコレートが大好きなんだから、うん、毎年ね人にあげないでね、うんうん、自分のためにチョコレートを買い漁ってるんですわ、うん、あの、うん、何ですっけ、ね、フェア、なんかそうフェアみたいなありますよね。そうなんです、うんうん、そうそう、バレンタインの催事場とか、はいはい、あとなんか、うん、サロンデュショコラっていう、なんかチョコのコミケみたいなやつがあって、表現チョコのコミケでも一番伝わった、うん、そうなの、ね、みんなにはすごい伝わりやすい言語かなって思ったから、うんうん、ちょっとあえて使わせてもらったけど、チョコのコミケみたいなやつがあってそれに通い詰めてて、うんうん、毎回毎回信じられないような額を使って帰るの。そう、ダメだね、この時期は人にあげることを全く考えなくなっちゃうから、うん、ちょっとみんなバレンタインの思い出って
なんかないんですの？でも私もなんか祭事行ったことありますの。あらあら、そうなんですのね。そうだね、その時にもうどこのかもう本当に忘れてしまったんだけど、あらま、うん、アイスクリームを食べたんです。なんかあら、チョコのアイスクリーム、チョコレートのアイスクリーム最高に美味しかった。羨ましい限り。あれどこだったの？本当あれどこだったの？めちゃくちゃ思い出したいのに全然覚えてない。あーでも祭事上確かにね出してるよね、うん、そう、チョコレートのなんかジェラートみたいな。そうなんですよ、うん、ね、うん、イートインのスペースがね、アイスもあるんだと思って感激しました。あら素敵じゃないですか。めっちゃ美味しかった。そうね、チョコレートね。いや、あと私、うん、抹茶があんまり、うん、ちょっと苦手なんですよ、うんうん、抹茶のアイスクリームとか、おー、そうなんだ、抹茶のチョコとかちょっと苦手なんですよ、うん、でも、うん、でも、うん、その時は食べれたんですよ。へー、抹茶のチョコが食べられちゃった。食べられちゃったんですよ。相当美味しかったんですね。相当美味しかった。なんかあれ抹茶ってこんなに美味しかったっけって思うぐらい美味しくて。あらま、そこから、ね、そう、抹茶克服できたんですよ。いかなる抹茶も食べれるようにな、飲めるようになった。すごい、そうすごい、ね、でも店の名前は覚えてない。ね、あらゆるのが大丈夫になったんだもんね。そう大丈夫だった。祭事に感謝しているもん。祭事に感謝ね。まあでも今ねバレンタインっつったらね、なんかやっぱ友チョコとかさ、うん、なんかお友達同士でなんかプレゼントしようってもはやチョコではないみたいなものをプレゼントしたりさ、なんかしてることもあるじゃん。あるある、うん、私さチョコレートアレルギーだから。あ、そうだよね。そうチョコレート食べれなくなっちゃったんだけど、うんうん、学生時代は食べれたのよ。あ、だから多分アレルギーに気づいてなかっただけなのかよくあることだね、それはね。でも大好物だったから、うん、その友チョコをねみんなからもらえることが嬉しくって、うん、でみんなからもらって、こうもらったからこそさ思いがこもってるじゃない、うんうんうん、これは全部食べなきゃと思って食べて、うん、お腹壊した。多分ね、だってね普段作らない子がね一人いたんだよね。あ、じゃあちょっともしかしたらそれが。そう、でそしたらね、あれってみんなでみんな壊したの、その子が壊したの。みんなであげて。そうで、ね、あれってさどんなやつだったのってみんな、あまりにもみんな結構ね、うん、激しく壊したから。あらま、聞いたらね結構ね思いもよらない製法をしててね。あら、まあまあでね、そりゃそうなる。そう、でもみんな美味しかったよって言ってた。あ、優しい。手作りあるあるですね。そうね、手作りあるある。そういう時期にちょっとね気合い入れて手作りでね、友チョコであれちょっと頑張って作ろうかななんて人もねいますもんね。うっかりブラウニーとかね、ちょっと焼き菓子系をね、そうなんちゃったりするとね、トラップになったりしがちよね。そう。でもね愛だよね。そうよ、そう、思いがね嬉しいんだよ。作ってるのも楽しいですしね。そうなんだよね。悲しいね、なんか男性との思い出が何一つ出てこない。ないですね。自分のためにチョコを買ってる人と抹茶を克服した人と腹を壊した人です。ということで、ストーター以上でございますわ。はい、ありがとうございます。今回も皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。はい、さてお送りしてまいりましたプリプリ秘密レポートスーパー、番組ではお便りを募集しております。はい、どんなとんでも設定でも嘘でさらりとやり過ごす捏造思い出アルバム、ギャップ萌えの猛者かかってこい、ドロシーお姉様のギャップを狙え、はい、番組へのご意見ご感想、全く関係ないお話など普通なお便り、普通おた、うん、公式サイトのメールフォームからどしどしご応募ください。はい、ということでどうしました。いやー楽しいですね。あ、面白い、本当に、ね、ダメだ、なんかやっぱね、ダメですね、面白くて、うん、面白くてね。このメンバーはいいですね。本当に楽しい、愉快、愉快、一生笑ってる。ずっと口角痛いもん。お腹痛いもん。本当にそう。みんなチョコレート食べてる。大丈夫。そうそうそう、チョコレート食べてませんか。食べてないけど。大丈夫ですか。思い出しちゃちょっと気をつけて。危ない。思い出で、そう、思い出でお腹壊した。はい、はい、ということで皆さんお腹壊さないように気をつけてね。はい、今回の放送はここまで。お届けはプリンセスプリンシパルアンジェ役の小川葵と、プリンセス役の関根明と、ドロシー役の太一陽でした。なお、この秘密レポートは自動的に消滅する。
次女になりすましてメアリー殿下の護衛を。お安い御用だ。命令が来れば従う。私たちはスパイだからな。ただその前に試験があるの。王室に関わる以上厳しいテストを突破しなければならないの。次女になるための試験。しかも皇太子妃の次女となるには模範となる仕事をして星のバッジを7つ以上獲得しなければならない。星のバッジを7つ。どこかで聞いた話ね。心配ない、基礎知識はあるよ。お帰りなさいませご主人様。ドロシー、どこからそんな知識を。早速テスト対策をしましょう。明日から、いえ今から特訓です。かしこまりましたご主人様。ドロシー。